こんばんは。ありがとうございました、皆さん。たけるくん、ハートありがとうございます。ソフトボールさん、こんばんは。ってありがとう。おつー、ありがとう。ピーちゃん、こんばんは。今日というか、さっきです。今日さっき青春トレインの初披露を、神宮外苑花火大会にて行ってきました。終わりました。イエーイ、お疲れ様です。ガタガタさんもこんばんはです。いかがでしたかって言ってもね、来れなかった方もいると思うので、ちょっとね、分からんと思うんやけど、分からんと思うんやけど、見てくれた方が、こう、なんていうのかな、こう、鳥肌が立つような、あってなるような、パフォーマンスができてたら、よかったなって、いいなって思ってます。さやちゃん、ハートありがとう。そうです。行 ってないけど見えてた？よかったよかった。ゆうきくん、そう、花火見なかったんです。見たかったけど、ちょっとね、人がすごい多くて、でもやっぱ帰ってよかったなってちょっと思っちゃった。帰り、人がすごすぎて、びっくりした。歌って「夢なの見なきゃ」。 これはこんな場所でやっちゃった。 ここら辺ですね。口こう、なんて笛じゃないけど、「夢なの見なきゃいいんだ、傷つくこともないのに自分の行きたい場所ができたから他の道進むんですって」。そうなんですって。姉ちゃん、心から応援した、ありがとう。見てるメンバーいるのかな、わかんない。私はもう結構ささっと帰ったんですけど、やっぱ見たかったなって思ったけどね、早めに帰ってたら本当に人が多くて、わ、やっぱ田舎の花火大会がいいなって思った。やっぱり見たかったけどね、見たかったけど、髪型はね、ジャケ写がハーフツイン、あ、チューズハーフアップだったので、ハーフアップにしました、今回も。今回というか今日は初披露だったので、ちょっとそこはやっとこうかなと思って。 あとね、大人サバイバーもね、披露しました。 B リーグの時に披露したバージョンやけん、ちょっと短縮バージョンだったんですけど、大人サバイバー披露してからの青春トレインフルバージョンを初披露しました。もうね、本当に激しいのよ。やけんね、もうリハでみんなヘトヘトになって、すごかった。本当に私もヘロヘロになりましたね。ちかなみさん、お疲れ様って、ありがとうございます。なので、そう、めっちゃ疲れる、あれ。結構ね、多分1回披露するってなったら、リハもあるじゃない、リハも混ぜると入れると本当にもうすごい大変だと思う。でもかっこいいよね、すごいかっこよかったと思います。ラストアイドルの皆さんね、こうみんな揃ってのこう圧巻でしたね。圧巻な感じが。チーさんも、こんばんは、ありがとうございます、来てくれて。ゾノさん、あ、当日券完売やったんや。そっかそっか、きっと来てほしかったけどね。そうやな。あ、そうそう、靴脱げちゃったんですよ、びっくりした。本当に、本当に序盤で脱げました、靴が。 びっくらぽん、靴脱げたね。もう最初の方めちゃめちゃ序盤すぎて、もう逆に、いや、もう拾ってる暇ねえわと思って、もういいや、そういう人ってことで踊ろうと思って、もう片方しか靴がない人として踊りました。 でもすごい滑るって思いながら踊ってた、片足が。だから意外と冷静に踊ってましたね。
あ、今脱げた、靴脱げた、やべえやべえやべえ、あーでもでもうん拾えねえ拾えねえな、やるしかねえな、もうそういう人でいっかってすぐもう思って、もうそういう人としてやってましたね。なんか私ステージでハプニング起きたことないんですよ、基本的に。なんか衣装が破けるとか、こうまあそれこそ靴が脱げるとか怪我をするとか基本ないんですよ、あんまり。割と普通なんで、初めてあんなことが起こって、しかも初披露のとこで、なんかもうなんかもっと焦るよってぐらいすごい冷静でした。でも靴脱げた時、あ今脱げたな絶対みたいなぐらいの感じでやってた。でもちょっとね、靴がこうステージ上で邪魔になっちゃってたと思うんで、メンバーの皆さんには申し訳ないですけど、初ハプニングが初披露で遅れました。靴がね、多分ねちょっと踏まれちゃって脱げたんですけど、別に全然恨みはない。もう別なんかそんなのしょうがないじゃん。結構詰めて踊んなきゃいけないとこだったので、逆になんかまあ踏んじゃうって全然あると思う。多分みんな踏まれまくって踏みまくってたと思うし、私も多分誰か踏んじゃったし、そんぐらい結構ちょっとね、結構きつ狭めだったかな、場所が狭めだったと思う、ちょっとだけ。うん、そう。でもすごい広い会場でしたね。楽しかったです。楽しかった。結構ハードでしたね。うん、まあなんか本当に何だろうな、なんか結構ダンス企画を通して本当に今いろんなことがあったし、長い期間ではないか、まあなんかしんどい時もあったし、もちろん、まあてか常にしんどかったし、無理だなって思う時もあったんですけど、でも本当になんかみんなさんのおかげでした。はい、あつなさんお仕事いってらっしゃい、頑張ってね頑張ってね。本当にみんなのおかげでここまで頑張れたなって思うので、思ったので、なんかその感謝もちょっと今すぐ配信して伝えようって思って思ったんです。まあなんか自分のことにいっぱいいっぱいになり、まああんまなることないけど、なりがちになる時もあるから、でもなんかすごいね、なんかみんながいなかったら頑張れなかったので、今回本当に、うん、野田さんハートありがとうございます。なのですごい感謝してます、皆さんに。なんか何やってんだろうとかなっちゃう時もあってたんですよ。やけんね、すごいなんかこうみんなはどこにいても見てくれてるだろうなって思って、みんなのために頑張りました。本当に今来てくれてるみんなのために頑張ってました。うん、花見こんばんはです、ありがとう。みちも久しぶり、疲れてるのに配信とはいこや。いや全然、あもうめっちゃ疲れたけど、もうなんか急にどっと疲れが来たけど、でもなんだろう、この終わった後のまんまの気持ちを伝えたいなと思って、みんなに、そうなんか早く話したかったです。それこそ感謝って思ってそう、まあ今回ね、まあみんなもなんだろう、まあこういう話別しなくていいとは思う、しなくていいっていうかする必要ないとはかもしんないけど、まあなんそうだね、あんまり見えない場所にいるとこもあったりとか、結構なんかなんか見つけるのが大変な、もともと人数も多いしね、大変な部分もあるとは思うんですけど、まあなんだろう、全員で見せるパフォーマンスだし、そのラストアイドルのパフォーマンスに一人一人のパワーが必要なので、なんかその中の一員として頑張りましたね。アンジュルさんハートありがとうございます。姉ちゃんどこにいてもリオペンはリオを見つける、ありがとう。そうだよね、リオペンなんだからね、見つけてほしい、見つけてほしい。でもまあなんかそうだね、どこにいてもみんなのために踊ってました本当に、みんななら見てくれてるだろうと思って踊ってましたね。こうきくん、あつしさんハートありがとうございます。なのでなんかちょっとなんかまあいろいろ考えちゃう時期もあったんですけどあったんですけど、あリオンからモバメだ、まあ後で読んでくださいあったんですけど、本当にみんなのために頑張った、もうみんなしかいなかった
みんなと家族とかしかいなかったです本当に。みゆりまさんお疲れよ、ありがとう、ありがとうございます。まあなんかどうだろう、どうだろうとか言って、まあ私は本当にでも みんなからなんだろう、なんて言うんだろう、みんなから離れないのは得意なんで、こうやってこれからも配信は絶対続けていこうと思ってるし、自分にできることは全然続けていこうと思っているんですけど、はい。ニナリンゴさんもこんばんは、ありがとう来てくれて、まあ、どんな状況でもなんかみんこう応援しててよかったなとか思ってもらえるような、ね、まあ、アイドルでありたいなって思って、そう思いました。そうですね、まあ、また青春トレインのパフォーマンスあると思うんですけど、見つけてください。はい、あゆのじさんハートありがとうございます。最後の歌詞がすごいいいですよ。死んでも絶対大人に、こうやってね電気ぶつけちゃうぐらい真剣にやります。死んでも絶対大人にならないらしいですラストアイドル。はい、みんなも見たいよね。死んでも絶対大人にならないも好きなんですけど、もう全部好き、どの歌詞も好きですね。どの歌詞もやっぱいいなって思います。はい。そう、死んでも絶対大人にならないんだって。まあそうだよね、そうなんだと思う、うん、振り付けも本当になんて言うんだろう、茜先生らしいって言ったら難しいけど、こうなんだろう、ちょっとなんかあんまりない振り付けが入ってたりって、うまく言えないけど、なんていうのかな、ちょっと珍しい振り付けがあったりするんですよ。なんかまだ見たこ見て今日見れなかった人にこう見せるべきなのか、今こうやって適当にっていうのかな、軽く知らされるのも嫌なのかもしれないんですけど、まあなんかね、でも放送されてるか、こういうトレイントレインってしたりとか、こう夢など見なきゃいいんだとか、結構なんだろうな、なんか珍しい振り付けも多いんですよ、うん、なのでなんかそういうとこもこう注目してほしいなって思います。はい、トレイントレイン、ドラララ、トレイントレイン、死んでも絶対、違う、そろそろ楽して大人になるか、イエーイエー。コンサさんこんばんは、ありがとうございます来てくれて。なんか今回のね、青春トレインは結構2期生とか2期生アンダーのみんなと近い立ち位置なこととかも多かったので、結構練習中も一緒になることが多かったかなって思います。なのでうんと、前回よりもよりたくさんそういうの関係なしにこう関われたというか、一緒に頑張れたかなって感じ。みやちゃんお疲れさんって、ありがとう。コンさんもこんばんはです、ありがとうございます。うん、まあ本当にね、なんだろう、なんちゅうか、本当にすごく良かったなと思います。良かったなと思います。やりきったので悔いはないかなって感じで、今完全燃焼してる感じ。ひろのじょうさんもこんばんは、ありがとうございます来てくれて。猫さんもいいね、ありがとうございます。みりりん、今回の新名はですね、コロコロ変わります。まず最初の入場シーンというか、私実はその今回の青春トレイン途中からというか、なんていうのかな、イントロの途中からこう入ってくる集団の一人なんですけど、その時はのんちゃんと新名ですね、篠原のぞみちゃんと新名で、で途中からかにゃんと新名です。で後半からは奥村ちゃんと新名です。どうなんだろう、みんなこう変わってないのかな。なんか結構ね、立ち位置の変更が結構ありまして、
なんていうのかな、最初の頃にやった立ち位置と全然違うとこ踊ってたりするんですよ。なのでなんかそういうのもあってか、私結構立ち位置が変更になったメンバーでなんですよね、多分やけんかな、3人新名がいますね。はい、そうなんですよ。ちょっとほんと複雑なフォーメーションでになってますね。うん、わかんない、途中から変わるメンバーも多分何人かいると思うんですけど、はい、でもそんな感じですね。結構本当に立ち位置の変更とか細かくやりながらやってきました。お、27日目配信ありがとう。なんかこのさ、記録途切れるたびに、嫌な音した、途切れるたびにさ、うわ、また1からだって、こう記録的にはまた1からだって思うけど、割とすぐ時間経ってくね。もう27日目です。たけるくん、そんな中一生懸命頑張ったよね。そうだよ、ありがとう、嬉しいよ。もう本当にみんなのために頑張ったんやけん、なんか多分本当にみんながいなかったら多分途中でダメになってたかなって気がする。ダンスもまあ辛かったけど、もういろいろもう無理ってなってたと思う、みんないなかったら。家族の存在ももちろん大きかったけど、やっぱみんなもいないとね、あれですから本当に。こうきくん、配信あるの本当嬉しい。本当になんかすごいね、配信しがいがあるというか、しがいがあるって言ったらおかしいけど、全然しがいなくてもやるけど、なんかみんながこうやって毎日やってるのに、毎回毎回ありがとうとか喜んでくれるのが、なんかもうみんなすごいよって思いますね、思いますね。いや、ありがとう、そんなよく頑張ったとか言ってくれて。まあ靴脱げたけどすごく楽しかったです。靴脱げちゃって、すごく楽しかったなと思います。ありがとう。まあでも確かにね、今日来れなかった方は配信でじゃないと分かんないもんね。そうやな、何が言えるかな。まあ本当にね、大きい会場でね、なんだろう、なんか花火大会でやってるって実感が湧かなかったですね。でも帰ってる時になんか外に出たらもう人がすごくて、本当になかなか人混みから抜けれずで、もうってなって、もうすごいのよ。あ、ゆきやさん初見です、ありがとうございます、こんばんは。そう、もう本当にすごい人やったんよ。まあ、うわ、都会の花火大会ってこんなんなんって思って、もうびっくりして。で、そう、もうカップルがいっぱいいました。カップルじゃない人もおるけどさ、ゆいし、一人じゃなくてね、何人かのメンバーで帰ったんやけど、もう親元愛理ちゃんと、やっぱ田舎の花火大会がええねって言ってました。人がすごい多いねって言ってた。本当に大きい花火大会やけんね、なんかすごいすごい多かったでしょうけど、花火見れなかった、花火見れませんでした。音だけでも聞きたかったけど、すぐ離れちゃったので、そう、もうね、人混み歩くのに必死で、もう本当になんかすごい人だな、さすがにちょっとこれ無理だなって思いましたね。そうなんですよ。浴衣のカップルさんがいっぱいいたよ。私がもう、はあ、もうどこ、やばいやばい、メンバーとはぐれそう、どうしようどうしようとか言ったら、もう目の前でなんかもう頭なでなでってしながらバババババって歩いていってて、って思いました。河田久美さんね、お声だけ聞けました。お声だけ聞けたって言ったらおかしいのかな、パフォーマンス中の声が聞こえてきて、もう素晴らしかったです、素晴らしかった。頭なでなでやめろ、負けるやめろって思っちゃうよね。そう、いや、いいと思います、とても素敵でしたけど。そう、高田久美さんはお声聞けて、だってやめーってやつ聞こえました。ゴールデンボンバーさん会えなかった、ゴールデンボンバーさんお会いできなかったんですけど、なんとラストアイドルがパフォーマンス終わって裏に履けたら石田さんがいました、ノンスタイルさんの。もうめっちゃ嬉しかった。
なんかもうお疲れ様ですお疲れ様ですって言ってくださって、本当に想像してたまんまの方で、もう本当に幸せ。最近すごいお笑い芸人さんに会えるんですけど、やばい、もうめっちゃ嬉しい。なんか声かけたというかね、なんかもうね、降りたらいらっしゃって、はっはっってなって、はっ、お疲れ様ですって言ったら、あ、お疲れ様です、お疲れ様です、もうなんか暑いんやから早お戻りみたいな感じで、すごいもうすごい優しい、優しさがもうその一瞬でにじみ出てて、すごいなんか、あ、もう本当に本当に想像してた通りの方だと思って、もう幸せでした。すごい最近お笑い芸人さんに会えるんですけど、すごい最近お笑い芸人さんにお会いできる、めっちゃ幸せ、すごい嬉しかった、すごい思い出に残ってます今。あ、めっちゃ嬉しい、めっちゃ嬉しかった、めっちゃ嬉しかった、うん、すごい嬉しかったよ。じゃあ45分に終わります。今日45分、45分に終わります。30分配信だね今日。え、井上さんお会いしたかったけどお会いできなかった。石田さんしかいらっしゃらなくて、その時残念。あの、でもなんならネタが見たかったんですけどそうなんですけどね。いや、幸せでしたね本当に。あの、すごく暑かったんですけど、なんか暑すぎて本当なんか完全燃焼できた感じがあって、なんか本当になんだろうね、悔いがないですって思います悔いがはないですね。でも配信毎日しててよかったな、みんなの声が聞けて。なんかみんなの声聞いてなかったら多分自己嫌悪に陥って、なんか本当に申し訳ないなとかごめんなさいとかばっか考えちゃってたと思うから、みんながこうやってね、なんかこうリオンが一番だよとか、どこにいても見つけるよとか、なんかすごいそういうの言ってくれたり、配信毎日してくれて嬉しいとかもう言ってくれるのがこうなんか本当に嬉しかったです。なんかそのおかげでそうだよなって思って頑張れました。ともちんゆうりまるさん、こんばんは、ありがとうございます、来てくれて。ゆきとくんもこんばんは。そう、みんなのおかげです、本当に。モーリーさんもこんばんはです、ありがとうございます、来てくれて。まあなんか寄り添い方とか、あの背中の押し方とか、こうまあいろいろなやり方があると思ってるので、私なりにこうやって毎日みんなに会う機会作ったりとかして、こう自分の理想としてるアイドル像になれたらなって思ってますっていうのを、ちょっとまあなんだろう、あの今日報告というか今日言っとこう、話そうと思っててダンスでもそうだけど、ダンスだけじゃ伝えきれないこともあんのさあんのよ。マサトさんこんばんは、ありがとうございます、来てくれて。ミーナちゃんの B メロめっちゃかっこいいよ、ねるさん。どこへ向かって、ここの振りが、あのなんか課題で出てた振りがそのまま入ったんですよ。だからなんかここの振り付けめっちゃ練習させられんな、もうなんか本番この振りやんないのにもうどうしてって思ってたら本番やるっていうね、あの本番の振りに入ってきましたからね。なんかこれあの洋楽の曲で課題に入ってたんだよな。はい、じゃあ、ダン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 、まあ、入って嬉しいというか、なんかあ、このままがっぽり入るんだっていう気持ちでしたね。うん、はい。そう、これすっごいね大変でした。もうなんていうのかな、このこういうとこから始まるんですけども、ここの角度とか、このグッてやる強さとか、こっち顔向く、ポンポンバッてやる、バッバッバンバン、ずんどこずんちゃがたったトトトみたいな、もうね動きが早すぎて本当にそこは結構みんなで練習したところでしたね。でも本当にミーナちゃんのダンスすっごい上手くて、
めちゃめちゃかっこいいと思う。かっこいいと思うてか、かっこよかったと思う。みんなから見てもずんどこずんどこずんどこずっちゃかずっちゃかぼんとこずんとことんとことんぽんとこずんとことんとこずんとことんとこたんとこたんとこずんとこぽんみたいな感じです。そっからサビに入ります。じゃ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 っていう感じですので、皆さんぜひ覚えて一緒に踊っていただけたら嬉しいです。死んでも絶対大人にならないなら一緒にできると思う。死んでも絶対大人にならない清原理央ですこっからのこうなんで、うん、ここの振りもね変更になるかと思ったらずっとこのままにで、これこれになりましたね。はい、そんな感じです。あと3分だな。本当にね、ちょっとみんなのね、こうみんなに真似してね、こんな感じだよって言ってできる振りではないと思いますけど、でももう本当になんかなんだろうな、私もそうなんですけど、こうダンス、激しいダンスとかって何回でも見たくなるんですよ。もう見ててスカッとするというか、すんげえ踊りやんってなるんで、なんかだからこうみんなにもこれからも何度でも見てほしいなって思います、はい、うん、またいろんなとこで披露するんじゃないかなって思うので、その度に見てもらえたらなって思います。新仏さんこんばんは、ありがとう来てくれて。あごめんね、あと2分やけど、ケンズイロ俺たちの推しはすんげーいいんだよ、すんげーんだよって言ってくれてありがとう、ありがとうございます。なんか紅白とかでさ、みんながこうなんちゃらがあるけん応援してくださいとか、これからなんちゃらがあるけんしばらく行けんかもとか、こう応援しててって言ってくれるんやけど、めちゃそれも嬉しいですよ。やっぱ頼られるって嬉しいんで、アイドルってまあそういう存在やから嬉しかったです。みりりん今日はハミマのやつやってきた、やってないのよ、やってないのよ。でもファミマは行ったでもファミマは行ったけど、ゆで卵を買いました私は、はい、プリンさん、リオのその髪型好きです、ありがとう。今回は多分ハーフアップが多めになるかなって思う。暑かったけど、まあハーフアップならいいかと思って下ろしました。ちょっと巻きが取れてきちゃってるけど、はい。家族で焼き肉食べてたの？ずるいよ。もう私ほんとにね、もう今日弁当食べながら、弁当美味しかったんやけど、もうダメ、お母さんのご飯食べたいってなった。もうほんとに疲れた時ってお母さんのご飯が食べたくていかんくて、もうほんとにお母さんのご飯食べたくていかんなった。うん、食べたい、すごく食べたいです。うん今お願いしといた、もうほんとに食べたい。何弁当？なんだっけな、なんかね、洋風系の弁当と和風系の弁当があって、でこうハンバーグとかオムレツっていうか卵とか、コロッケとかそういうのが入ってる、なんかすごい D4 って感じのお弁当でした、はいって感じですが、皆さん、はい、そんな感じでした。というわけで、じゃあ45分になったので、ね、まあ本当に何だろう、今日からスタートというかね、だと思うので、またこれから見られる方楽しみにしててください。とりあえず今日ね、青春トレインの初披露無事終わることができてよかったです。じゃあモバメがさっき届いたと思うので、また呼んでください、返信待ってます。はい、もうありがとう、みんな疲れてるのに来てくれてありがとうございました。じゃあ明日もまあ多分夜配信になると思うので、また夜会いましょう。はい、お疲れ様。はい、お疲れ、おやすみ、バイバーイ。